はい、どうもポールモンキーです。今回は、名文書シリーズ江戸川乱歩ですね。で、上質に真似ぶとしてますけども、学ぶの語源は、まあ、真似るということですからね。そこから、学んで自分のものに生かしていくわけですね。2000どうか、あの泥棒が羨ましい。2人の間にこんな言葉が交わされるほど、その頃は窮迫していた。バス停の貧弱な下駄屋の2階のただ一間しかない6畳に、一貫張りの破れ机を2つ並べて、松村武史と私とが変な空想ばかりたくましくしてゴロゴロしていた頃の話である。もう何もかも行き詰まってしまって動きの取れなかった2人は、ちょうどその頃世間を騒がせていた大泥棒の巧みなやり方を羨むような寂しい心持ちになっていた。二杯人、二人は湯から上がって一曲囲んだ後をタバコにして、渋い煎茶をすすりながらいつものようにぽつりぽつりと世間話を取り交わしていた。穏やかな冬の日光が障子いっぱいに広がって、八畳の座敷をほかほかと温めていた。大きな霧の火鉢には鉄瓶が眠気を誘うような音を立ててたぎっていた。夢のようにのどかな冬の温泉場の午後であった。 D 坂の殺人事件、それは9月初旬のある蒸し暑い晩のことであった。私は D 坂の大通りの中庭にある白梅軒という行きつけの喫茶店で冷やしコーヒーをすすっていた。当時私は学校を出たばかりで、まだこれという職業もなく、下宿にゴロゴロして本でも読んでいるか、それに飽きると当てどもなく散歩に出て、あまり費用のかからぬ喫茶店周りをやるくらいが毎日の日課だった。この乱歩の文章というのは、確かに推理小説に、まあ、そのカテゴライズされるんですけれども、このやはりこれからどうなるのっていうことをこう書き立てるような、まずのどかな、最初の表現がですね、これ全て冒頭部分なんですけど、これから何が起こるのかなっていうことをこう暗示させるような、やっぱり期待感があるわけですよね。そして文章としてやっぱり谷崎潤一郎のことがやっぱり好きだっていうふうにこう乱歩が言ってますけれど、やっぱりいわゆる、日本の、日本語の構造というのを知り尽くした彼の文章というのをやはり憧れてるだけあってですね、日本語が確かにこのテンポもいいですし、本当に我々吸収すべきところがあるんですね。たくさんあるんです。だからこの乱歩を読んで西村京太郎とか、まあ山村美沙に行くっていうのも、まあそれはそれで面白いと思うんですけれども、乱歩から谷崎さんに行ったりで、谷崎さんを読んで谷崎さんの英語版を読んだりとかで、谷崎さんから、源氏物語に行ったりして、源氏物語から元折宣長に戻っていってっていうふうにこう、国学の方に行く、古典の方を読み漁っていくっていうふうにやっていくと、日本のこのいわゆる哲学だった、でそういうところにこう行きつけるわけです。で、日本の哲学を知っているうちに、今度はじゃあ西洋の哲学どうかなってことになってきますから、そうすると、まあ、谷崎さんと並ぶような世界の、文豪というか、そういう、まあ、作家は基本的には哲学を持っていますから、まあ、長編小説作家でいうと、まあジェームス・ジョイスだとかプルーストとか、谷崎さんからそのプルーストとかジョイスに行く、でその後、ヨーロッパの、そのいわゆるコナン・ドイルとか、モーリス・ルブラン、もちろんこの推理小説の、まあ、祖と言われるような人たちを、乱歩のつながりで読むのはいいんです。その後どこ行くかですよね。モーリス・ルブランとか、コナン・ドイルを読んでそのまま、なんですかね、エンタメの方に行っちゃったらちょっともったいないんですよね。せっかく乱歩を読んだら、日本の、古典の方に哲学に行くっていうふうに言っていただいて、で今度は世界の多分もトルストイ、ドストエフスキーに行っていただいて、そして哲学ですよね。プルーストももちろんこれは小説家にカテゴリーされますけど、でもやはり哲学的な側面を持っている。そうすると、哲学と文学ってことになりますと、スピノザにして、スタンダール、スピノザね、にしてスタンダールといった、まあ、サルトルが出てきます。でサルトルは文学的なもの、あと戯曲も書きますね。やっぱり哲学、実存主義、まあ、実存主義、というもの大変流行りましたけどね。でも彼はその大変こう
共産主義っていうものに相当こう惹かれたところがあるから、サルトルをやることによってその実存主義はヒューマニズムであるだとか、あとはそのやる存在と無だとか、確かにもう大変、面白い発見も多い、まあ、哲学書ですけれども、同時に共産主義 の, そのやる影響っていうのもやっぱり意識せざるを得ませんから、そうすると毛沢東、そしてスターリン、そして、資本のに行きますね。そうするとマルクスと関わらざるを得ない。そうすると哲学、そして政治ってことになっていくんですね。広がりがバーッと広がっていくんです。乱歩からどこに行くか、これとってもね大事なことだと思います。